皆さんこんにちは、フロマスクです。今回もエクスプレーン遊んでいきたいと思うんですが、今回は新しいこちらの機体ですね、こちらの CRJ200 ですね。ボンバルディア CRJ200 で飛んでいきたいと思います。はい、ということでこちらは有料アドオンですね。こんな形で小型のジェット旅客機なのかな。で、このスキンか、これは有志の方が作ってくれた JAL のやつですね。で、一応こちらの機体ウィキで見るともう今年か、ちょうど今年の2018年1月に全機退役になって、日本の空ではもう飛んでないみたいですね。これは乗ったことないなぁ。まあ、いや、とりあえずこちらの飛行機で、釧路空港からちょっとまだ練習もしたいので、近くの釧路空港から中標津空港まで、ちょっと短距離なんですが、フライトしていきましょう。とりあえず、まず機内か。結構今回、あんまり時間がないので、先に機体内とか見てきましょうか。一応こんな形でパイロットが、副操縦士か、いる形ですね。で、この人はクリックすると消せます。はい。で、中はかなりリアルな感じに再現されてるのかな。スーツケースとかも置いてある。で、一応ここに一つ、まずコックピットのギミックの一つに、これですね。出口ハッチ。これが実際もあるみたいに、こう開けて出ることが可能ですね。緊急時とかにこっから出るってことですよね。客席も移動可能ですね。で、これでタラップか、ドアをこのスイッチで下ろすことが可能ですね。これで乗り降りができる形です。こういう細かいギミックいいですよね。こんな形でちゃんと乗れる感じですね。はい、これで入って。で、座席は全部で50席ぐらいみたいですね。ほんと少人数の旅客機か。一応後ろまでこんな形で、トイレとかはないのかな。あ、これは作られてない。うん。ね、こういう小型機いいですよね。ほんとボンバルディア、ボン級か。それのジェット機バージョンみたいな感じですよね。あ、すごい。これ雨ちゃんと。あ、これすごいな。客席からの雨が、こんな風にリアルな感じで、こう垂れてる。流れができてる、ちゃんと。あ、これ知らなかったな。よし。まあいいや。で、これ結構機体が古いのかな。いつできたんだ20年ちょいぐらい前に発表された機体みたいですね。ウィキによると。結構これ、いろいろと操縦がアナログなところがあって、一回練習したんですけど、着陸は前回前のエアバスよりもさらに難しくなってる形ですね。手元のペーパーですね。機体を起動するための資料を見ながらやっていきましょう。まずは電源系ですね。オーバーヘッドパネル、これが電源マスターなので、これをまずはオンにすると、これで電力が入るので、あ、外部電源ですね。外部電源を接続するので、ここからですね、 MCDU メニューから外部電源をつなげると、外部電源ですね。つながりました。はい。
で、外部電源つながるとここが準備 OK になるので、これをオン。 IRS はここですね、ここにあるので、これをナブにセット。で、あとこれか、入る油圧計を1個だけ、 3A だけオンですね。これでラダーが操作可能になるみたいですね。はい、ここか、 3A だけ開いたので、ラダー系、あ、エレベーター、エンロンとかも行くようになるんだ。はい、これがテストスイッチですね。これで全部の明かりがまあ大丈夫でしょう。はい、溶ダンパーがこれですね。これをそして、あ、でももうドア閉めるんだ。これドア閉めるボタンはないのかな。手動でやらなきゃいけないかな。もうお客さんが乗ってる感じなのかな。はい、閉めた。風は西からの風で、一度こう、ここはどこだ？お餅って書いてある。ここを通って、そこから北へまっすぐ向かって26番滑走路か入っていく形ですね。ちなみにこれは8月22日かの天気ですね。リアルタイム天気になります。はい、で APU が準備できたら APU ジェネレーターをオンで、油圧計全部オンですね。なんか声が聞こえてきた。これはオープンか。パーキングブレーキは入ってる。バックとかオフですね。で現在これになってて OK で、イグニッションスイッチ、もう間もなくエンジンオンですね。エンジンをスタートしていきましょう。オン。オン。で、チェックが ECS で、こことここが今つながった形ですね。これをスタートにして N2 が何パーセントだ ?15 になったらフュールスイッチオンか。とりあえず2番エンジンからスタート。 N2 がこれですね。15超えたらこれを上げると、これでエンジンが移動されたと。 APU ついたからこれ外してもいいのか。かっこいいですね。いいじゃないですか。で問題がなさそうだったら1番エンジンもオンですね。スタート、これが15を超えたらこれを引くと、はい、オン。これで見れるかな、こっちか。うん、このジェットエンジンかっこいいな。なんか来てるけど、あ、OK ですね。これで安定したので、今度はエンジンジェネレーターをオン。オンで APU はもう切ると、フラップを、でここら辺がアナログな感じなんですけど、 V1、VR、V2 は手動で計算して入力する感じなんですよね。それかな、ちょっと大変ですよね。
7.9、トリムが 7.9 ですね。 7.9 ぐらい、はい、セットして、これにして、ここでいろいろ設定しなきゃいけないんですが、これが158ノットぐらい、で V1 が117ノットで、 V2 が121ノット、あ、VR か、 VR 121で V2 が133、はい、よし、一応これで一通り終わったはずですね。よし、17番滑走路ですね、向かっていきましょう。ここで旋回して左から行こう。これジェットの間からプッシュバックするのかな、プッシュバックさせればよかったか。すごい回転した、自力で。プロペラ機の場合はプッシュバックしないのかな。ボンバルビアのあのボンキューの時はなんかしないんですよね。わあ、すごい。いやー、いいですね。エンジン周りすごいかっこいいな。でももう日本じゃ乗れないんですもんね。ちょっと悲しいですね。こっち側か。結構雨降ってますね。あー、いいな、この視点いいじゃないですか。こんな感じなんだ、雨の感じがいいな。もうほとんどフライトプランも入力が、ポイントの入力がうまくいかなかったので、途中は手動で方角を切り替えてやっていきましょう。あ、これか。あ、いいですね、こんなワイパーなんだ。ここか、ここで、あれ、こっち35だ、間違えてる。こちらですね。じゃあ今から釧路空港から中標津空港へ向かっていきましょう。はい、緊張するな。で、トガスイッチもあるので、それもちゃんと使ってですね。121か。よし、じゃあもう入ったらそのまま上がっちゃいます。VR、 このまま離陸ですね。上げていってガスイッチオンですね。121で VR 離陸。
やばいやばいやばい。はい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 。よし。とりあえず、フラップも上げて、このまま高度を上げていきましょう。はい、完成感も OK でしょう。ちょっと高度を上げていきたいですね。センターへ持ってけって書いてあるけど、トラック IR で見ていくか。危ない危ない。もうワイパーはいいや。ワイパー止めたい。バーは行って、危ない危ない。まだマニュアル操作中ですからね。トリムも戻そう。すごい水滴が上がってってる。気持ち悪いな、なんかこれ。オートパイロットにしちゃうか。はい、任せた。高度7000フィートぐらいか。こんなに機種上げんの？怖い怖い。あ、いいですね。雲抜けた。いいですね。で、また今日も雲が厚いんで観光は見れなそうだな、ほとんど。ちょっとふらついてて、音がすごいな、なんかタイヤの。危ない危ない危ない。フラフラしてる。なんか羽か謎の飛行機雲みたいのが伸びてるな。はい、とりあえず離陸しましたね。この視点いいな。ちょっと雨のかこれどうなんだ。はい、釧路空港を離陸ですね。怖っ。いいですね。このままマップで見るとこの辺りを飛行中ですね。本当はもうちょっとここら辺から行く予定だったんですが、ちょっと遅れちゃったんで、この浜中町かな、これを通っていく感じにするか。まずこんな感じで着陸したいんですよね。ミルクってところへあれすればいいか。で、今はここですね。ここを出発して、このまま、こう入る感じにするか。ここら辺、あ、逆だと ILS とかいろいろあったのか。まあ、行っちゃいましょう。ちょっと待って。
あれ、スロットルがどうした？スロットルが入らない。ん？なんだこれ。スロットルが効かないぞこれ。何が起きてんの？やばい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 。オート切ろう、オート切ろう。わけわかんない。なんで？失速する。どうした？高度が下がってく。うわ、なぜか逆の逆噴射になってたの今。逆噴射モードになってた。なんでだ、誤操作しちゃった。怖っ。落ちるとこだった。今だいたいこの辺りですね。こう本当は行きたかったんですけどね。別所こっち側から入るようにするかも。それかもうこのまま行って強引に目視しながら行くか。やばい、もうほぼマニュアルだな。見えないですよね。高度下がりすぎ。あー、もうここら辺で左旋回していかなきゃダメだ。今標津町の上空あたりまで来たんですが、若干雲が間な。多分このまままっすぐ行けば見えてくるはずなんですけど、フラップ1個下げるか。どれだ、あー、あの奥に見えてるのがそうかな。ちょっと高度が低いな。あ、あれだ、見えた見えた、正面ありますね。もう地図を見ながらやっていこう。このまま着陸ですね。あ、見えない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 。ただ雨は降ってなかったから良かったですね。高度はこれぐらいで。ちょっと速度落とさなきゃダメか。ランディングギアも下ろして130ノットぐらいですね。フルフラップでいこう。135ぐらいか。これですね。慎重に降りていきましょう。ちょい左。すごいグラグラすんな。風そんな吹いてないですよね。うん、こんぐらいの速度を維持して降りたいな。
まま維持。このまま維持ですね。一旦椅子ドットルとかも動かさず行きましょう。このまま。空間も優しくですね。残りの高さを教えてくれるのかな、これで。確認しながらきついな。よし。残り300。ちょっと高いな。高い。やばい。あ、グッドランディングにはなったけど、ちょっと待って。グッドランディングじゃないでしょ、どう考えても。ちょっと待って、止まれない。逆噴射が効かない。ちょっと逆噴射が今どっちになってるか分かんないですね。ブレーキで危ない。これグッドランディングじゃないでしょ、どう考えても。今逆噴射になってなかったですね。この機体難しい。跳ねちゃいましたね、着陸後に。多分ここで降りれなかった。だいぶ長くなっちゃいましたね。それでも降りれない。うわ、跳ねてる。危ない危ない危ない。かなり危なかったですね。しちゃうんだな。前試しで行った時もバウンドしたんですよ。最終の進入カーの練習したいな。これだとよく見えますね。来た来た来た。ここで降りれない。危ない危ない。あれはひどいな。